こんばんは、平山茂でございます。今日は9月7日火曜日でございますね。現在時刻は、午後3時42分。皆様本日もお疲れ様です。お疲れ様でした。大丈夫ですからね、大丈夫。さあちょっと私急いでおります。さあ今日は、私何をするかと申しますと、昨日のですね、動画で宝くじ、まあロト6なんですが、ロト6を買ったんですが、今日はちょっとね宝くじ買います。宝くじを買います。なぜ買うのか、それはですね、昨日の動画のオープニング、そこに全てがあるんですけれども、宝くじ記念の日がもう明日まででこの残りわずかです。残り服です。これはそれ何、1枚200円で、1億かな今回。あ、それ1億当たるやつ。はい、1億です。1億か、買わなきゃ、これ買わなきゃ、今日までなんです。なのでちょっとこの時間も時間なので、もしかしたらもう売り切れてしまってるかもしれないんですが、ちょっとね急いで向かっております。なんせちょっとね、今日のコースと昨日のコースって全くエリアが違うんですね。なのでちょっと全然今日はエリア違うんですが、昨日のロト6を買った売り場に向かっております。頼む、会ってくれ、待ってくれ。急いでなくなっちゃうから、僕の宝くじがなくなっちゃうから急いでください。なんか今日までの宝くじ、はい、この一番上が今日までです。まだありますか。はい、あります。あ、了解です。どうしようかな、連番とバラをじゃあ10枚ずつ。10枚ずつですね、はい、ありがとうございます。では20枚で4000円でございます。はい、5000円お預かりいたします。宝くじの日記念っていう宝くじですね。そうですね、はい、ありがとうございます。結果はいつ分かるんですか。抽選機が公開なので、はい、次の日の新聞になります。はいはいはい、9月、あ、もうすぐ発表なんだ。そうですよね。なるほど、了解です。さあ買いました、894回全国自治宝くじ、抽選日が9月10日でございます。もう今週の金曜日なんですが、この金曜日には発表はしません。一応9月の27日、9月27日がですね、YouTube を始めてちょうど1年になります。で続いての9月28日が、この大丈夫だよ大丈夫だよって言い続けてちょうど1年という形になります。なのでこの2日間9月27、28で連番バラ発表しましょうかね。まもなくね1年ということで、ちょっとね何か面白いことをやりたいなというところで、まあ他にも何かあればねやりたいと思ってるんですけれども、とりあえず、昨日のロト6の動画のねオープニングで今日までの宝くじがあるということだったので、ちょっと残り服を言えてない、残り服をちょっと狙って買ってみました。この9月27日28日お楽しみに。さあというわけで大丈夫ですね、大丈夫です、大丈夫ですからね、大丈夫、あなたは大丈夫、大丈夫ですから。ということで今日はこの辺りでお別れしましょう。また明日ですね。それではおやすみなさい。平山茂でした。